東日本大震災で被災した宮城県石巻市大川地区。震災当時は14歳で中学校2年生でした。私の自宅は無事で、両親は地震が起きた時は家にいなくて、祖父母と曽祖母と兄も春休みでいたので、まあ、5人が自宅にいて、母は夜中に戻ってきて、だから父親と大川小学校というところに通っていた妹だけがその日は帰ってこれないっていう状況だったんですよね。妹はきっと小学校で先生たちと避難してみんなで一夜を明かしてるだろうぐらいに思ってはいたんですよね。で、13日の午前中に大川小の方面まで母が車を出して2人で移動したんですよね。で、そしたら大川小のもっと手前の谷地という地域で通行止めになっていて、でもうそこでみんな降りて立ち尽くして大川小の方向を見ているんですよね。で、他の人たちと一緒に大川小の方を見ていたら、まあ、地域の方が歩いてきて私と母の顔を見て、妹さん上がったよっていうことをおっしゃるんですよね。母と私はその場で泣き崩れるようなことしかできなかったんですけど、それまで本当に大川っていう地域が大好きだったので、なんかそれまでが全てなくなったんだっていうことがちょっと受け入れがたかったですね。なんかそれが私の全てだったので。あれから10年、これから10年、今回は大川地区出身の映像作家佐藤園美さんにお話を伺いました。映像作家です。春を重ねてというフィクションの映画と、あなたの瞳に話せたらというドキュメンタリーの映画、2本大きくは作ってます。すごいね、弓は別に普通だよ。どちらも宮城県石巻市大川地区で、東日本大震災を私は14歳の時に経験したんですけど、その時から感じたことだったり見てきた光景を詰め込んだ2作になってます。佐藤さんが作品に込めた思いとは。当時の14歳ぐらいの子供の目線で震災だったり故郷そのものを描いた作品なので、見る方って大人がきっと多いんですけど、子供はどんなことを考えていたのかっていうことに想像力を働かせていただけたら嬉しいなと思ってますね。あとは最近やっぱ子供たちに見てもらう機会もちょっとずつ増えてきて、私がこの映画で描きたかったことをすごくスッと感じてくれるの子供たちだなと思っていて、それはやっぱり多分子供の目線で作ろうとしていたから。だからまあ震災後に生まれてきた子もたくさんいるので、そういう子たちに結構ハードル低く震災にアクセスできる作品になったのかなと思います。佐藤さんの10年後の目標とは。まだ映画を作りたいなという気持ちが残っているので、作りたいテーマもまだいくつかあって、震災ではないんですけど、それを真剣に向き合って作りたいなとは思ってます。あと家族よりも長生きしたいですね。あの時子供をいきなり失ったっていうのは大きな出来事だったろうなと。また子供を亡くすっていう思いをしてほしくないので、私が長生きをするっていうことしかできないですね。家族よりも長生きを、そして納得の作品を。東北の未来は明るい。